ドジャース、大谷翔平投手がヤンキースのアーロン、ジャッジ外野手に15倍の差をつける驚異の数値を誇っている MLB 公式の YouTube で9月30日に 5-0-5-0 を達成した翔平、大谷の今シーズン全本塁打&盗塁として動画を公開。日本時間で1日の午後4時時点で39万回再生されるなどの反響を呼んでいる。31分44秒の映像に世界中からの注目が集まっている。21分37秒あるジャッジのまとめ動画は同タイミングで 2.6 万回再生。19分6秒あるホセ・ラミレスの映像は 1.4 万回再生となっており、大谷がいかに注目されているかがわかる。大谷の全本塁打&盗塁の映像を確認したファンは、私が野球を見る唯一の理由は翔平。大谷、盗塁部分を無視すれば、去年の動画の再生を見ているみたいだ。大谷が52号を打った時、ムーキー、ベッツ、が見せた信じられないという表情が未だに忘れられない、などの盛り上がりを見せていた。さらには、もっと言うと、彼は負傷した投手です。私は未だに夢の中にいるのか。最優秀負傷選手、MLB に大谷がいないことは、遊園地にジェットコースターがないのと同じだ。彼はどれくらい MLB の収益に貢献したんだろう。50号のシーンを見ると興奮が蘇る。彼は別世界にいる。翔平、大谷賞を創設するべきだ。など、様々な声が集まっていた。